おだすまじごりです。というわけで今回も古着紹介やっていきたいと思います。今回紹介するのはこちら、1940年代アメリカ海軍のスウェットパンツになります。これも意外と見つからない珍しいアイテムですね。それでは紹介しやす。はい、というわけで履いてみるとこんな感じです。スウェットパンツってめっちゃ難しいっすよね。まあこれね、持ってるはいいものの難しいんすよね、スウェットパンツね。まあ思いつくとしたら、まあフォーマルの外しで1本どうですかってことなんですけど、まあこういう感じなんですけど、どうすかね、ちゃんと外しになってるかな。もうなんかやばいことになってないですかね。シルエットがもうズドーンってこうストーンっていうシルエットなんで、あんまりこうテーパードも効いてないね、ズドンな感じなんで、まあどうなのかなっていう感じはありますけど。であとちょっとこの裾先ね、こうドローコートがついてて、絞ってるバージョンと絞ってないバージョンあるんで、まあねこれ見てもらえればなと思います。というわけで履いてみるとこんな感じでした。はい、ではディティール紹介移りやーす。まあ、ここでまずサイズ調整する紐がついてます。もうね、これがないとね、切れないです。もうストーンって落ちちゃいます。はい。もうこれがあると、まあ、履けますね。この US ネイビースウェットパンツ最大の特徴っていうのがね、ここにね、生地が二重になってるんですよ、これ。生地がこうやってステッチが入ってて、まあ、ダブルニーって言われてる作りですね。まあ、ちょっとこのね、特徴的なアクセントがあるっていうのもあって、まあ、US ネイビーのね、スウェットパンツは結構人気がありますね。まあ、おそらくね、膝のこう擦り切れが激しいというか摩耗が激しいっていうので、まあこういう風に二重にね布をつけてるんだと思われます。そのところにもこうやってねサイズを調整するための、まあ、紐がついてますね。後ろから見るとこんな感じです。でここにね L って書いてあるのは、これサイズ表記ですね。これはおそらくね、まあ、1940年後半から50年代にかけてぐらいのねタグかなと思われます。まあ、生地はいわゆる木グレーって言われるようなね生地ですね。灰色の下地にちょっとネップというかね線みたいな、ちょっと濃淡のあるね灰色っぽい色がついてる、こういうの木生地って言うんですよね。まあ、一色じゃなくてよく見たらこうちょっと違う色も入ってるみたいな。でスウェットとかだとこういうの木グレーのスウェットとかっていう風に言いますね。ではディティール紹介終了です。はい、というわけでね、1940年代アメリカ海軍のスウェットパンツの紹介でした。ヴィンテージスウェットってことなんですけど、まあね、軍でもこういうねスウェットみたいなアイテムがあったっていうのはまあちょっと意外だと思います。でこれねポイントなんですけど、ヴィンテージスウェットの生地ですね。これねすごい今とはちょっと違う生地、ホワホワの空気が含まれてるような柔らかい生地なんですけど、これがですね釣り網機って言われてる機械で編まれたねこのスウェット生地なんですよ。1960年代頃まではもう主流な生地の編み機として機能したわけですね。ただこれがね1時間に1メートルしか生地を編めないっていうね、まあ今から考えてみると結構効率の悪いね機械だったんですけど、1970年代以降になってくるとこの釣り網機っていうのはねガクッとね新しい機械にね変わって衰退していくことになるんですけど、でもこのね生地の風合い、ふかふかの生地の風合いがいいっていうので、まあヴィンテージスウェットがすごい人気があるのもこのね釣り網機で編まれた生地っていうのもね一つあると思うんですよ。というわけで今回ここまでになります。古着ヴィンテージ好きな方はぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは Find meFind me, never know what happens in my life.